青コーナーより竹村克志入場。さあ、無我のヤングライオン竹村克志が入場であります。赤コーナーより成瀬正幸入場。さあ、己の源流を確かめるため成瀬正幸が入ってまいりました。シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー178センチ、95キロ、竹村勝志。赤コーナー173センチ、95キロ、成瀬正幸。レフリー、タイガー服部。竹村。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔をしてますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。逆に捉えた。ローを打ち込みます。足を取ります。キャプチュードに持っていった。ストンピングです。チョップであります。掴んだ。キックで返します。蹴ってまいります。掴みます。エルボー、間合いを嫌ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。腕をフックします。キックを打っていきます。行くのか。フライングメイヤー、起こしてまいります。組みに行きます。逆に返します。ラフ殺法に転じます。ロックアップ、ロープに振った。あっと、キャッチした。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。スタンディングを取らせます。リングっていうのはね、倒れた時にものすごい音がしますけど、真ん中あたりが支えの鉄柱が入ってるんで一番効くんですよね。ああ、そこが一番硬い部分なわけですね。掴みます。ストマックへの攻撃であります。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、蹴りをぶち込みます。組み合います。ロープに振って、鋭いキックです。このポーズです。ストンピングを叩き込んでまいります。そのまま倒してまいります。起こします。掴んだ。このあたりラフに転じてまいります。ブロックします。カウントが入ります。カウントは2つ。ロックアップ、返してまいります。フロントからのキック、おっと、逆に腕を取った。抱えます。振りほどきます。キックを打ってまいります。ローキック、ストンピング、蹴りつけてまいります。逆水平、三角締めで締め上げてまいります。組み合います。投げてまいります。相手を挑発してまいります。
とキャッチした。後頭部円錐。腰を落として逆片指固めの体勢です。ロープにブレイクしました。組に行きます。逆に振り返した。キック攻撃を見舞います。引き起こします。バックドロップで叩きつけます。カバーした。岩壁の母の胸に抱かれました。頭を掴んで膝を突き上げていった。足を抱えた。あっと円錐切り。膝を狙っていった。場外に移行した。場外に降りる。顎を狙っていく。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。あっと逆に捉えた。バックに回った。あっと逆に脇固めで切り返す。リングに戻ります。飛びついた。腕を取ってナルセロック。足を取った。ああドラゴンスクリュー。体を預ける。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、いけるか。あっと返した。10分経過。10ミニッツパー。キャメルクラッチの体勢だ。組み合った。ロープに振った。フロントからのスープレックス。ストンピング。腕を取った。あーブロック。抱えた。あっと逆にパンチ。キャプチュードの捕獲した。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。アキレス腱がダメだ。アキレス腱がダメ。腕をフックした。あっとそのまま後ろに投げていった。起こした。掴んだ。あっと逆にキック。ガチッと組み合った。対角線に飛ばした。コーナーから雪崩を見舞っていった。飛びついてそのままナルセロックに移行する。ここで1点にランドされます。魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。魔界2号ゲドー。タッグマッチ時間無制限一本勝負を行います。
青コーナー、いちご魔界クラブ、270パウンド、魔界いちご、いちご、いちご、240パウンド、いちご、魔界にーごー、いごー、いごー、赤コーナー、いご、新日本プロレス、220パウンド、邪道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 、210パウンド、ゲドー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 、レフリー、ホナガノリオ、ゲドー、沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ハンマーを打ち込んでいきます。蹴ってまいります。組み合います。リング下に落とします。リング下に降ります。ドロップキック、膝、組みに行きます。お気をつけください。あっと、キャッチした。テイクダウンを奪います。ラフ殺法に転じます。顔面を捉えます。行くのか。お気をつけください。リング内に戻ります。リング内に戻ります。ここでタッチです。フロントからのキック、ロックアップ、投げてまいります。ストンピングです。腰を落とします。エルボーを入れていきます。組みに行きます。倒してまいります。さあ、粘着質激しい、このサンミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。ロープでブレイクしました。行くのか。逆に返します。足を殺してまいります。蹴りを見舞ってまいります。腕をフックします。キックを打っていきます。組み合います。ロープに振って、パワースラムカウンター、肩が上がります。ラリアット強烈、起こします。スイッチしてまいります。ロックアップ、ドクジャがあばらを締め上げてまいります。ロープブレイク、ドロップキックを見舞ってまいります。組み合います。返してまいります。抱えます。させません。逆水平を打っていきます。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。リング上はキャメルクラッチの体勢です。掴みます。キックで返します。バックドロップの体勢、ハンマーが襲ってまいります。ロープに振った、首から落としてまいります。蹴りを見舞ってまいります。フェイスロックに入ります。掴んだ、あっと、キュー
テキサスクローバーに入ります。組に行きます。切り返します。ここでタッチです。張ってまいります。フロントからのキック、腕を捉えます。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。スタンディングを取らせます。ラリアット至近距離、起こしてまいります。このポーズです。10分チェック。ナックルを打ち込んでまいります。パンチで返します。ドロップキック、掴んだ。キックで返します。足攻めに転じます。足を狙ってまいります。引き起こします。おっと、逆に捉えた。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。相手を挑発してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。腕を回します。逆に投げてまいります。ロックアップ、あと返します。このポーズです。打ち込んでいく。クロスフェイス、クロスフェイスが入った。担ぎ上げるのか。ストマックに落としていった。エルボードロップ強烈、奥歯を噛みしめた。スターパーパー、カウント2、返しました。首根っこを掴んだ。頭突きを打ち込む。組み合った。ロープに振った。これは強烈ですね。そうですね、ここでタッチだ。いけるか。あと逆に投げていった。すごい形相で締め上げていく。岩壁の母の胸に抱かれました。ガチッと組み合った。あと投げていった。15分経過。スティフティングミニッツパース、組み合った。あっと返した。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。バックに回った。あっと急所攻撃。ドロップキック、キック、蹴り上げていく。頭をつく。あー、いやらしい攻撃だ。いけるか。巻き投げで切り返した。担ぐか。さあ、これは逃れることができるのか。これは決まってますよ。あとブック、ここでスイッチ。腰に手を回した。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここから自分のペースに持っていきたいですね。おたけびをあげた。ラリアット抱き起こす。あっとドロップキック、蹴り上げていく。すごい顔で打
っとバックに回った。ラリアット投げ倒し。あっとクロスフェースに乗っていった。ここでロープブレイク。金的攻撃。腕を取った。青コーナーよりブラックキャット入場。さあ、メキシコ出身の陽気な黒猫ブラックキャットが入場してまいります。赤コーナーよりブルーウルフ入場。さあ、草原の青き狼猛虎老星ブルーウルフが入ってまいります。シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。猫さん、青コーナー180センチ、102キロ、キャット、ブラックキャット、キャット、猫。赤コーナー183センチ、110キロ、ブルーウルフ。タイガーハットリ、ウルフ。今ゴングが鳴りました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。エルボーでブロック、全身でぶちかましてまいります。切り返します。バックに回ります。エルボーで返します。ストマックを狙ってまいります。起こしてまいります。腕をフックします。強烈に打ち込みます。あっと、キャッチした。足攻めに転じます。蹴ってまいります。組み合います。逆に倒します。行くのか。ボディースラムで投げてまいります。スタンディングを取らせます。あっと、エルボー、組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。抱えます。リバースで返します。腰を落とします。エルボーで返します。ロックアップ、ボディースラム、引き起こします。あっと、逆に捉えた。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚いこの男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。起こします。ガードします。キックを打っていきます。パンチで返します。腕を捉えます。あと、返します。組み合います。逆に投げてまいります。先頭を見舞ってまいります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。
バックを取ります。エルボーでブロック、小脇に抱えます。岩石落とし、バックドロップであります。逆水平を打っていきます。フロントからのキック、腕を回します。逆に投げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。気持ちだけで打ってますよね。はい、腕を回した、ブレンバスターで切り返した。フロントキック、ガチッと組み合った、コーナーに振ってジャンピングしてのエルボー、エルボー、アンクルホールドの体勢、ここでロープブレイク、組み合った、あっと逆に投げていった、いけるか、巻き投げで切り返した、セントーン落としていった、引き起こす、組み合った、顎を叩きつけていく、セントーン強烈、ガジェット組み合った、逆に返した、ストンピング、さあ渾身の力で締め上げる、これは完全に入ってますよ、いけるか、ロープに振った、やりやっと至近距離、立たせていく、いや今のは綺麗に入ってますよ、首をかっ切ったか、カバーした、技の仕掛けが早いですね、勝負にいってますね、担ぐか、バックフリップ、そのまま体固め、もうここまで来ると作戦とかじゃないですね、出たとこ勝負ですよ、組み合った、あと逆に倒した、10分経過、10ミニッツパー、抱き起こす、腰を落とす、バックフリップ強烈、腰に手を回した、ジャーマン肩に力を振った、ガジェット組み合った、場外に落とした、場外に移行した、ラリアット投げ倒し、さあ行った、サトリ固め、いけるか、巻き投げで切り返した、足首が悲鳴を上げる、アンクルホールド、リングに戻ります、ガジェット組み合った、あと逆に投げていった、起こした、させません、張った、組み合った、ロープに飛ばした、ラリアット立たせていく、ブリザードスープレックス、バックを取って、バックドロップ、結構リングに戻ります、腕をフックした、おっと外した、キック、あっとフック強烈、蹴り上げていく、いけるか、フロントから落としていった、
逆ウェブで一気に反り上げる。ロープブレイク担ぎ上げるのか。バックフリップ強烈。ここで持っていくのか。ブレンバスター行くのか。15 minutes。あっとジャックハマーで叩きつけた。カウント3つ、カウント3つ入りました。アンダーサーティ無差別級選手権試合、青コーナーより挑戦者魔界クラブ喧嘩上等。俺がストロングスタイルだ。柴田勝頼入場。さあマスクを脱いだ魔界の若い士柴田勝頼が入ってまいりました。赤コーナーよりチャンピオン新日本プロレスアンダーサーティに未来を託せ、棚橋博史入場。さあ未来を背負うビルドアップボディ、棚橋博史が入場してまいります。柴田勝頼アンダーサーティ無差別級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者魔界クラブ183cm 103kg 柴田勝頼赤コーナーチャンピオン新日本プロレス181cm 107kg 棚橋博史。レフリーレッドシューズ運動。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あっと逆に切り返した。乾いた音が館内に響きます。キックを打っていきます。あっとエルボー行くのか。逆に振り返した。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。掴んだ。逆にバックに回った。グラウンドでのスリーパーであります。ブロックします。切り返します。ランニングしたらエルボー。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。この辺り入ってます。
ますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。エルボー、腕を回します。ブレインバスターで投げ捨てます。さあ、明日の新日本プロレスを背負う将来のエース候補でありますこの棚橋博史、自ら提唱したアンダーサーティーリーグ戦を制し、見事若手の頂点に立ったこの男が、新日本、いやマット界の頂点を目指して今宵もがむしゃらに戦ってまいります。組み合います。あっと、返します。起こします。組みに行きます。逆に振り返して、カウンターで返します。ロックアップ、ロープに振った。あっと、キャッチした。切り返し、素晴らしいですね。そうですね、一瞬も目が離せないですよね。ねちっこい展開に移行してまいります。ロープブレイク、ガードします。ジャンピングしての膝蹴り、強烈。逆に返します。エース技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。裏へのフォーアームを放ってまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。強烈に締め上げてまいります。組みに行きます。返してまいります。この辺りのグランド殺法なんですが、いかがですか？そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。スタンディングを取らせます。逆に返します。張ってまいります。足を取ります。ドラゴンスクリューで倒した。引き起こします。ハーフハッチで投げていった。立たせていく、放っていくのか。ミサイルキックが発射された。体を預ける。カウント 2.5、 ブロックした。ストンピングを叩き込む、掴んだ。キック、ものすごい。アキレス腱が頭に入った。ロープに逃れました。強烈キック攻撃、腕を取った。逆に返した。あっと、エルボー。あっと、逆に蹴っていった。腕を取った。あっと、逆に返した。バックに回った。銀河さんじゃ倒していった。さあ、ドラゴンスリーパーに持っていった。10分経過、10ミニッツパー、ガチッと組み合った。あっと、倒していった。ドラゴンスリーパーがかかった。蹴りをぶち込む、腕をフックした。フロントからの投げに転じる。起こした。トップロープを奪う。コーナー最上段から円錐蹴り。カバーした。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。さあ、がっちり決まった。これは苦しいですよ。頭を掴んで、あっと、うまく切り返した。片指に持ち込む。
いけるか STO スペーストルネードか。ここで休みたくないですね、ここは仕掛けたいですね。カウンター気味に入りましたよ。ブロッキー状況か。トップロープを狙う。急降下ニートラップ。あっと逆に腕を取った。抱えた。あっと逆に投げていった。ロープに飛ばした。小包み固め、スモールパッケージ。カウンタースリーが入りました。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより自他ともに認めるザ・トップオブジュニア重心サンダーライガー入場。日本ジュニア界の頂点に君臨しておりますこの男、重心サンダーライガーが入ってまいります。赤コーナーより小林邦明入場。さあ伝説のトラハンター小林邦明が入ってまいりました。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー170センチ、95キロ、中心サンダーライガー。赤コーナー181センチ、105キロ、小林邦明。レフリー、ライガー、レッドシューズ運動。ライガー、今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか、
さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。肘を打ち込んでまいります。ロックアップ、パンチで返します。行くのか、ボディースラム、掴みます、逆に返します、抱えます、あっとエルボー、フロントからのキック、組み合います、ボディースラムで投げてまいります、腰を落とします、バックに回ります、ハンマーが襲ってまいります、腰を落とします、あとリバースで返してまいります、張ってまいります、組みに行きます、返してまいります、スタンディングを取らせます、蹴りを見舞ってまいります、組みに行きます、逆に振り返してカウンターで返します。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。打ち込んでまいります、抱えます、ハンマーを振りかざします、チョップであります、ロックアップ、首から突き刺さります、いやらしい攻めを見せてまいります、起こしてまいります、バックドロップの体勢、エルボーで返します、浴びせ蹴り強烈、カウンターで切り返してまいります、顔面を蹴り上げます、張ります、組み合います、あっと首から突き刺さった、2位を落としていく、放っていくのか、リングに戻ります、フロントキック、キック、組み合った、すごい形相で締め上げていく、ハンマーを振りかざす、いけるか、逆に返した、掴んだ、ハンマー気味のパンチ、蹴っていった、ガチッと組み合った、逆に振り返した、ドロップキック、膝、いけるか、対角線に飛ばした、組み合った、あっと返した、打ち込んでいく、腕を取った、あっと切り返した、あっとキャッチした、焦点を打ち込む、起こした、テンプル捉えましたよ、空空を見上げたか、うまく切り返した、一気に料理するのか、逆に捉えた、ドラゴンスクリューで倒した、決まり具合いかがですか、これはがっちり決まってますよ、ガチッと組み合った、ズームストンで落としていった、奥歯をかみしめた、ここで返されると痛いですね、流れが変わりますよ、勝負のポイントですね、小脇に抱えた、膝を大きく打ちつけていった、カバーの体勢、ロープブレイク、あっとキャッチした、させません、ガチッと組み合った、正面から投げていった、抱き起こす、ブレンバスターで切り返した、すごい音がした、バックを取って背後を取り返す、打たせない、組
やった。10分経過、あと逆に返した。2位を落としていく。逆カタイブで一気に決めていった。いけるか。ロープに振って、あと噴射式エビに固める。カウント2、返しました。組み合った。コーナーに振って、あと迎撃した。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい、チキンウィングで固めていく。ここでロープブレイク、抱えた。リング上の殺虫剤 DDT、 アーブロックで決めていった。蹴り上げていく。腕を回した。あと逆に丸めていった。ロープに逃れました。小股に挟んだ。脳天勝ち割った。パイルドライバー急降下、膝バックだ。ガジェット組み合った。破壊石がぐさりと突き刺さった。強烈逆エビが食べ、岩壁の母の胸に抱かれました。ちょっと強烈、膝にピンポイント集中砲火。スリーパーガッチリ入った。トラースキック、あと逆に捉えた。焦点決まった。あとうまく切り返した。いけるか。ロープに飛ばした。そばっと鋭い腕をフックした。15分経過、ブレインバスターで叩きつける。フィニッシュになるか。ロープブレイク、あっと逆に捉えた。あっと円錐切り、腕を絡めて抑え込んだ。ロープに逃れました。いけるか。コーナーに振った。ニールキックがこめかみに入った。ガジェット組み合った。ロープに振った。スモールパッケージで丸める。カウント3。ビッNWF ヘビー級選手権試合、青コーナーより魔界クラブ
魔界の暴走テロリスト村上和成入場。さあ、神出鬼没のテロリスト村上和成が入ってまいりました。赤コーナーより新日本プロレス関松覇王北斗の名のもとにジョシュ・バーネット入場。さあ、若きアルティメットチャンピオンジョシュ・バーネットが入場してまいります。村上バーネット本日のメインイベント村上 NWF ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー村上魔界クラブ村上186センチ95キロ村上赤コーナー新日本プロレス191センチ117キロジョシュバーネットジョシュレッドシューズ運動ジョシュ運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組み合います。テイクダウン、相手を挑発してまいります。腕をフックします。エルボーを入れていきます。ニーを突き上げます。パンチを打ち込んでまいります。組みに行きます。フロントから投げてまいります。このポーズです。カバーの体勢、ロープブレイク、あっとそのまま倒します。外してまいります。行くのか、正面から投げを見舞います。相手を挑発してまいります。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああ、なるほど。テイクダウンを奪います。相手も読んでますね。うまくコントロールしてますよ。スイープしてまいります。下から返してまいります。パスうまいですね。逆に上になります。抜けてまいります。掴んだ、あっとバックに回った。ひとたびリングを離れれば日本文化をこよなく愛する爽やかな青年であります、このジョシュ・バーネット。しかしながらこの男、アルティメットのリングではベビーフェイスアサシンの異名を持つ荒くれ者。今宵のリングでもその殺し屋の顔を見せていくのでありましょうか。このポーズです。キックを打ってまいります。打ち込んでまいります。腰を落とします。簡単にはさせませんね。そうですね、今のは読んでましたね。そのまま倒してまいります。打撃威嚇に入ってますね。そうですね、外してまいります。ローキック、飛び膝蹴り、ストンピングを叩き込んでまいります。顔面を狙ってまいります。キックで返します。顔面を捉えます。ロックアップ、投げてまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。ええ、こういう投げ技っていうのは
一見上半身の力でいく感じに見えるかもしれませんが、本当は下半身の力が非常に大切なんですよ。ああ、なるほど。まさにスーペックスはへそで投げろって感じですね。はい。掴みます。鋭いキックです。顔面ハイキック。起こします。腕を回します。今集まったんじゃないですかね。猛点したたか打ちつけたか。このポーズ。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。あと逆にキャプチューだ。起こした。バックに回った。ジャーマン起き上がってもう一回バッティング。足をフックしてスリーパー。岩壁の母の胸に抱かれました。カバーの体勢。ロープブレイク。組み合った。あと逆に返した。引き起こす。バックを取って、ジャーマン肩口から押すこと。スリーパーガッチリ入った。強烈なローだ。キックをコンビネーションで打っていく。逃れました。正面から投げていった。抑え込んで、ここでロープブレイク。小気味のいいジャブを打っていく。あと逆にキック。ガチッと組み合った。逆に返した。さあ倒した。天ミールホールド。ギブアップを宣言しました。IWGP タッグ選手権試合、青コーナーより蝶野正弘、天山博義入場。さあ、魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。赤コーナーより藤波辰巳、西村治入場。さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。
ラゴン。本日のメインイベント、社長、 IWGP タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナーは183センチ、115キロ、天山広義。186センチ、108キロ、長野正広。赤コーナー186センチ、105キロ、西村治。184センチ、105キロ、藤波辰巳。レフリーレッドシューズ運のドラゴン。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。逆に返します、組みに行きます、倒してまいります、ドラゴンスリーパーに移行します。リング内に戻ります、リング内に戻ります、足を抱えます、ドラゴンスクリューで倒した、レッグロックに捕らえます。ロックアップ、フライングメイヤー、スリーパーで締め上げます。行くのか、対角線に飛ばした、パンチで返します、フライングリールキック、ストンピングを叩き込んでまいります。クラシカルな技を繰り出してまいります。スイッチしてまいります、掴んだ、ラフ殺法に転じます、掴みます、この辺りラフに転じてまいります、組み合います、逆に振り返して、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。掴んだ、させません、掴みます、いやらしい攻めを見せてまいります、掴んだ、キックで返します、掴みます、逆に返します、足を取ります、プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。キックを打っていきます、抱えます、蹴りを見舞ってまいります、腕をフックします、ストマックを狙ってまいります、ブレンバスターに取ります、ブレンバスターで切り返します、組み合います、フライングメイヤーで倒します。さあ粘着質激しい、この3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか、腰を落とします、あとリバースで返してまいります、ストンピングです、ドロップキックを放ってまいります、掴んだ、させません、行くのか、逆に投げてまいります、フロントからのキック、蹴ってまいります、掴みます、キックで返します、足を抱えます、パンチで返します、トップロープを奪う、ダイビングしてるショルダー、
ここでタッチです。ロックアップ、あと返します。張ってまいります。足を取ります。こうやって一点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。張ります。組みに行きます。切り返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。腕を捉えます。あっと、エルボー、喧嘩キック、行くのか、ロープに振った、キチンシンク、胃袋攻めです。あっと、円錐蹴り、組み合います。リング下に落とします。リング下に降ります。ショルダータックルで倒します。粘着室よろしく。首を乗り固めに入ります。腕を回します。耐えます。腕を取ります。返してまいります。あっと、キャッチした、させません。リング内に戻ります。ロープブレイクです。バックに回ります。今体重乗ってますよ。いい投げ方ですね。はい、鍵穴に決めてまいります。キーロック、ロープブレイク、ロックアップ、ボディスラムです。スタンディングを取らせます。ボディスラム、きついと思いますよ。はい、足を取った、あっ、逆にパンチ、トップロープを狙う、トップロープから飛んでいった、ステップオーバーとヒールフリーズフェイスロック STF、ここでロープブレイク、いけるか、ロープに飛ばした、そのまま倒していった、体を預ける、カウント2つ、惜しい、ドロップキック強烈、ガジェット組み合った、ロープに振って、コブラが締め上げていく、
をつかんだ。ラフに転じる。組み合った。あと逆に倒した。頸動脈を絞り上げる。ロープに逃れました。いけるか。あっと返した。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。あっと逆に返した。一気に締め上げる。水平打ち。見えを打った。ガチッと組み合った。巻き投げで切り返した。バッファロースリーパーが火を吹いた。岸壁の母の胸に抱かれました。組み合った。逆にロープに振った。エルボー。ここでスイッチ。20分経過。20 minutes pass。 つかんだ。あと逆にキック。頭をつかんで。させません。カウント気味に入りましたよ。ブロック状況か。STF ステップオーバートーホールド with フェイスロック。ロープブレイク。ガチッと組み合った。おっと急所を打ち据える。さあここで権利が判断されます。We'll be right back.